ます、針がクレパリ5号ハリスは2号、いや引きぐらいですね、ほんで誘導がどれだろう、いや引きないぐらい、50センチぐらいですかね、誘導ね、浮き005号、あったまま打ってないです。友人が先に竿を出してるんですけどね、友人が先に竿を出してメジナの姿がちょっと浅い棚まで見えてきたので、もう棚はやびきてるようです。今ね、うん、見える見える、オッケー、見えますね。サイズがこのサイズですね。ハリス 1.75、フタヒログレバリー5号、が005、誘導なしですね、固定です。なんだこれ、うわ高めだ、高めしかいないよ、高めですね。お、あ、なんか青物いた、青物、青物いました。今こいつを追いかけてきましたよ。おお、やったやった、なんだろうね、なんだろうね、私はそのままそのままやったよ。何来た、そう、切れた、カンパチだ、カンパチ、カンパチです。カンパチのね、50センチぐらいです。メジナですね。いやだからちっちゃいですよね、コッパですね。よし来たよ、これは来たでしょ。あー、ちょっとサイズアップしたよ。おーね、ちょっとサイズアップしたよね。やったよ、ほれね、まあ25センチぐらいかな。はい、では。そうですね、乗った乗った、あ、これメジナですね。あったよ、メジナだよ。よし、ちょっとサイズアップしたよ。どうだ、あ、これで30だ、30割った、ねえ、よかったから30、30センチなんでキープしますよ。もうちょっと弱気ですよ。ちょっとビビってますからね今日。あ、もう沖のホイールのあれメジナでしょ、もうクタクタクタ、そうですね、しかもちっちゃいですねこれ、何これ
はい、綺麗だけど、ほら、はい、そっか、こいつが湧いてるってことか。いや、これ多分最初の引きだけですね、これ多分ね。あ、まあまああるか、まあまあいるか。おお、頑張る頑張る。あ、大きい、よ、わかんない、全然大きさが。これメジナ、メジナっすね。メジナ、あ、ぽいかな。背後がすれがかりしてるからだ。そうそう、すれがかりしちゃった。なんか見たことねえ魚だなと思って。いや、ごめんごめん、変なとこ。ああ、こんなとこ刺して。アイゴか、アイゴだよ、また。マジか。おお、元気元気。ほら見てこれ、お、来た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 。さすが、ちゃんと釣って帰るんですね、やっぱね。で、ぐらいありそうですね。いや、ありそうですね。ありがとうございます。おー、来た来た来た。何かけたの、これ。何かけたかな。やすけちゃん、これは取るしかないよね。これバラさないよ、これバラさないでしょ。あれ、網引っかからないように気をつけてね。あ、これで大丈夫です。ありがとうございます。すいません。もうこれでなんかしげちゃんも釣れる気がしますよ。あ、メジナだな。これメジナですの。だけどそうでもないですから。それ30ぐらいですね。よし、そうですね。メジナまだ見えてるでしょ、チラチラって。いや、ちっちゃいですね。ふら、これは返してあげる。ありがとう。頑張るよね、結構ね。結構頑張ると思わない？でしょ。オナガメジナですね。いいですね、オナガ。オナガメジナ、これキープしよう。
耐えよう、これ多少、これ大丈夫、愛護じゃないですよ、大丈夫です。おー、これ教室でしょ、ね、教室来ましたよ、やったよ、よいしょ、うえ、あ、ようやく来た、これいい方ですよ、35ですね、ね、よかったよ、よかったよかった、だけど愛護だ、これ愛護寂しいよ愛護、いや今日はちょっと愛護じゃないんだよな、ごめんね愛護ね、今日は違うぜ、落ちるなよ落ちるなよ落ちるな、はい愛護そしたら、あれしげちゃんたちから、あれしげちゃんたちから、とりあえずこう手を振れば、わあ見えねえな、手振ってるのかな何も見えねえ、もう当たったよ、なんだよこれ、ハイエ、ちょっと待って、こいつ強いんじゃないの、もしかして強いやつ来たかなこいつまあまあです、ほらほら、だからもうほんと今ぐらいでもう食ってますよね、ねえ、いや絶好調ですよ、だからやっぱりさっきのやつが一番大きいよ、さっきの35センチが33センチです、はい今日の釣果です、最大が35センチかな、あれなんか少なくない、逃げてるね、ここ穴開いてる全部で6匹いたんだよね、このスカリ両方に穴開いてました、ほら上と下に穴開いてるダメでしょこれ